い、こんにちは、島です。島の元ブログ略して島プロ、お久しぶりでございます。早いですね。1年経つんて早いですね。ブログでも紹介している綾川のしだれ桜をちょっと時間がありましたので見に行こうかなと、CBR を走らせてます。ということでよろしくお願いします。でちょっと近況なんですけども、僕ね最近ちょっと最近かな1ヶ月2ヶ月ぐらい前ちょっと事故をしちゃいまして、事故に遭いまして、ちょっと追突されましてですね、自家用車の方で。その間ちょっと首が痛くてバイクにも全然乗れてなくて、で日常生活もねちょっとままならなくて、だいぶ首の痛みとか収まったんでこうやってね出かけられるんですけども、全然ツーリングとかもね行ってなくて、元ブログも全然更新できてなくて、やっぱね事故するとね、怪我するとねバイク乗るんがしんどい、ほんとしんどい。まあ、僕首をちょっと痛めたっていうのもあってですね、非常にこういうなんかライティングの姿勢というか、そういうのがねすごく負担になってたんで、今もねちょっと本当はしんどいんですけど、こう首を上に向けるのがねちょっときつい、やっぱり。うん、まあそういうことでね、怪我をするとバイクに乗れない期間が増えますので皆さん注意してくださいね。なんかね昔はすぐなんか怪我治ってたんですけどね、おー危ない危ない、もう怖い怖い。まあ安全が一番ですね。ということで、そろそろ綾川のしだれ桜の方にも頃かな、わからない。徐々にリハビリがてらこうやってバイクに乗れたらいいんですけどね、なかなか乗る機会もなくて、最初の方はいいんですけどね、乗り始めてやっぱね時間が経つと首が痛くなります。首とあと頭痛ね、頭痛がひどい。首と背中といろいろ痛いです。はい、地面のね路面のガタガタで振動が来てもね意外と疲れますね。まあ、首はしっかり触れるようにはなってきましたんで、うん、まああと少しです。あと少しで干潮になりそうです。そんなこんなで、そろそろ綾川のしだれ桜の方に着きましたね。しだれ桜この先 50m 左折、毎年ねこうやってちょっと取材に来ているんですよね。はい、ここ左折です。でこうやってね、看板を掲げてくれてますね。平成29年3月18日から4月、9日までは9時から17時一方通行です。はい、で駐車場がねこの先にありますという感じですね。誰も来てねえな。はい、こっちですね。ここからが先臨時駐車場になってます。まあバイクぐらいだったらねいいんでしょうけど、全然車来てないな。こっちにずっと行ったらね、よいしょ、これですね、しだれ桜全然咲いてないやんっていう。
多分地元の人も思うでしょうね。全然咲いてないのに何見に来てんだよっていう。はい、そんな感じで、綾川のしだれ桜見てきました。全然ですね、見頃は多分3月下旬ぐらいなんでしょうけど、4月に入るとしだれ桜ってね、意外と散ってしまうのが早かった気がしますね。やばい、マジ気分悪い。やっぱまだ本調子じゃないな。なんだ、非常に気分悪くなってきた。島の元ブログ、略して島ブロでございました。またいろいろと載っていきたいと思います。ウインカー出しなよ。見切り発進か。右折レーンから抜いていったぜ。おいおいおい、大丈夫かおい。すごいなあ、あんな人がおるんやね、まだ。